ここは通さへんで。ここがお前の墓場や。さっさと来い。おのれ。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのさ。そうか、お前らも弓と水木を。いや、わしらがおっとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも未練後のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はぁ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。
ここまで2人勝ち抜き帝国第9殺人逃亡団ダニエル・フェルドマン。さあ時間無制限ルールなし。ですね、キルザ。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。すぐ終わらすね。久しぶりやの、キルちゃん。わしゃ、嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ、キルちゃんならわかるやろなあ。笑いどころやないか。笑えや、これボケやろ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおる。言うたやろ、キルちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。
本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。楽しもうやないか。たかし、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞ。こらなんだおっさん。行けよたかし、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーボーな。だと？行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。おめえじゃボケ。大した根性だな、この人数相手に。話は締めだ、やれ。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前
てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。Thank you.
久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！なんだてめえは。はるかはどこだ。あ、おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんなよ、親父。やろう、なめやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。ことしてタダで済むと思ってんのか。はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴、面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。来い。
お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。
そろそろ来ると思ってたよ、桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ、錦山にね。ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろ。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。来
ちょっと詰め、やりゃおら、
桐生さん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前真嗣に銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたけ打てよ。真嗣は打てて俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポートを横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりて困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いがお前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て。こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何、キリュウだと。お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか。ぶっ殺すぞ。
キリュウさん、あいつ男だ。狙いは俺だな。なんとか。お前は？うん、こっちは何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。なんだお前は。うわっ、ミア、ユウヤ、親殺しか。遅かったじゃねえか、キリュウ。キリュウさん、こいつらが。チンピラ。キリュウよ、俺は今日目を疑ったよ。極道舐めてんのか、てめえは。堂島の親父が死んで、俺らは風間組に組み込まれた。極道の理想か知んねえが、甘っちょれえ組長よ。撃たれて当然の器だ。なら本人の前で嫌どうですか。こんなとこででけえ口叩かずな。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は堂島の親父だけだった。お前が殺したんだ。親父が先に待ってるぜ。キレイ。じゃねえぞ、キリュウ。親殺しの烙印はな、てめえがくたばるまで消えやしねえんだ。あの人が死んでもう10年になるね。弥生姉さん、ご無沙汰しています。私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。この落とし前つけさせてもらうよ。
切れ、ぶち殺さるわ、しばき倒したら玉取ったるわ。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね、うん。嫌です、私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。
黙れ。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗降らしたるわ。Yeah!
おじさん。キリュウ、あんたやら東条会の4代目から直々の褒美が出る。4代目？金持ちいいも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ、次期会長錦山さんのな。はるか、心配するな。何があってもお前を守る。必ず由美に会わせてやる。信じてくれるな？うん、やっつけて、おじさん。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。
俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。俺、桐生のためにも頑張ります。
昔のあの人じゃあの妻です。何でもするか。自分の目で確かめた人が何か必ずてっぺんに立つ。サラダがお前とはもう一度一緒にやりたかった。Ha!
Oh!
甘い。甘い。Ah!
Yeah.
これまで散々お前の生き様を見届けさせてもろうたけど、やっぱり俺とは考え方がまるっきりちゃう。ま、それはそれで一応認めた。じゃあこれで納得してもらえたと。いやいや、それはそれや。キリュウちゃんのストーカーはやめへんで。もはや俺のライフワークやからな。